体験ショー、ワックスって何日で自然に取れるの？よいしょー。どうした、ハクト？のせと、もちの、レイ。男の皆さんはね、はい、ワックスという言葉が自分かいと思うんですけど、はい、まあ、あのヘアワックスですよ、はい、セットするやつ、はい、デューサーとかね、はい、デューサーとかデューサーちょっとわかんない、アルミノとかね、うん、あれって、まあ、セットしてなんか午後ぐらいにあれみたいな時ありません？ちょっと今日朝調子良かったのに落ちてきてんなみたいな時あるじゃないですか。あるね。であれって自然に落ちるものなんですよ。うん、ああそうなんだ。でも風呂入るとこう、あ、ついてると思うじゃないですか。うん、だからいつあれ自然に落ちきんのと思って、今回はそれを検証していこうと思います。なるほど。はい。いやうざいだ。いやうざい。うざいだ。うざい。理解はしたけどうざいよ。うざい。なんか風呂入る時もこうヘアバンドでこうグンって髪も上げて顔だけ洗うみたいなことしてます。うざ。そういうことか。そうですよ。やるんですか？いや違いますよ。あれ誰が？まあ気になってるってことで、うん、やってくれるってことですね。じゃんけんです。え？じゃんけん。うん。じゃんけんですよ。当選じゃないですか。嘘だろ。まあまあまあ、まあいいでしょう。だからね、じゃんけんして負けたやつが、まあそうですね、今日今日でいいか、うん、今日からワックスでまあ普通にセットしてもらって、はい、自然に落ちるまでね、うん、記録してもらおうかなと思います。はい、はいはい、というわけで今回はワックスって自然にしといたら何日で落ちるんです、やっていきましょう。しゃい。何より頭洗えないのかよ。間違いない。いやそこだよ、この夏まで。だよ。うわーやだ、嫌われる。何この動画、誰も得せん。いやもうレイになってほしい、レイになってほしい。いや絶対嫌だ。だってレイは別にいいじゃん。いや良くないって。そりゃそうだよ。そりゃそうだ。だってレイはさ安定がいるからいいじゃん。あそうね、その別にそんなことで嫌われないじゃん。でも俺らはさ新しい出会いに行くときにさワックスがベターってしてたらその時点でもうアウトじゃん。うわーそうじゃん。そうなんだよ。いやぶっちゃけ土手生活より嫌かもしれない。いけるいけるいける。いややだよ。いけるぞ。いくよ。はい、OK、行こう。最初はグーじゃんけんぽい。いやーあーやだーマジでやだ、うざすぎる。よいしょー。現実的なグー出しちゃったんだよ。いや違うんだよ、指を出すのが怖いんだよ。俺のじゃんけんの経験上その4人以上のじゃんけんでのそのグーの勝ち率は半端ないんだ。最初突発的にやった時みんなチョキ出す。パーパーはなんか開放感が強くて怖くて出せない。そうなんだよね。そうそう怖いんだよパーって。最強説なんだよな。ほらほら、わあ負ける。やばいって、うざい。それな、身長高お前ら。こんな感じだもん。うざい。ここで負けるわけにはいかない。俺はもっちに勝つ。ん？ん？勝ってんの？あおんな、あおんなお前。俺ここで出すか。いきまーす。やばい、グー出す。したらグーを出すよな。最初はグー、じゃんけんぽい。よーし、よーし、よーし。お前はワックスだ。よーし、よーし。もっちよかったじゃん。よーし。かっこよくなれんじゃんお前。甘いんだよお前は爪が。泣いてる？あーギリギリで変えたんだよなー今。それが良くなかったわ絶対。怖かったんだろ。なんか今見えたもん。チョキを出すのが怖かったんだろ。まあ、チョキ出す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 、やばいパーっつって負けたー。読んでんだよ。あーマジかー。俺ら的には一番いい人でしたね。うん、最もやりがいがあるんですか。しかも別にこいつあんま影響ないしな人生に。あるふざけんなパス。口は口が最低だ。いやーやりましょうか。さすがにもう負けたからには腹くくりますよちゃんと。まあ今日の夜からということで。まあ今日の夜からね。まあ、カメラ渡しますんで。了解です。ワックスの種類とかなんかあります？はまあ無難にギャッツビーでいいかなって思ってます。あーじゃあ買います。まあ香りとか種類は任せますよ。まあまあじゃあ普通にピンクっぽいやつでいいかな。なんでもいいか。一番ハードなやつ選べます。そうだよな。お前ストイックだな。ね。さすがにな。はい。じゃんけんで負けた僕でーす。さあ今日からやっていくんですけど、現在、まあじゃんけんをしてから日付が経った2時37分です。ワックスをつけていきましょうか。今回使うワックスが、まあ、結構定番のギャッツビー、ムービングラバーってやつなんだけど、普段ワックス使わないからまずあんまりギャッツビーすら使ったことないんだよね。
まあ、いいか、つけます。こんなもん取りすぎ、これこんぐらい取ります。じゃあちょっと多めにってこうやるよね。やっていきます。うわぁ、これずっとやんないだな、これから寝んのに。はい、どうでしょうか。なんとも分かりづらいけど、一応ヘアセットしたよみたいな感じの髪型は分かんない。これは合ってんのか分かんないけど、ちょっと下手くそで申し訳ないですけど、一応ワックスはもう全体的にもう結構つけたんで、多分普段よりちょっと多いぐらいつけたと思うんで、まあこれがいつ落ちるかだよね。それをまあ検証するんだけど、2日ぐらいで取れてほしいんだけどな。一番嫌なんですけど、これつけたまま寝ます。まあ、ということで、まあ1日目は1日目というかヘアセットはこんな感じです。まあ夕方、まあよ、まあ、昼か夕方ぐらいにもう一回撮り直したいと思います。じゃあおやすみなさい。ただいま時刻13時14分でございます。前も変わらずこんな感じなんですよ、相変わらず。でもなんか俺もう結構なんだ、意外とじゃないか、こうやってやってももう落ちるんだよね、寝ちゃったら。多分俺汗やんだよな、ちょっと汗でかいかもしれないんだよな。代謝良くて汗っかきだからそれで落ちちゃうとかあるのかな。まあとりあえず今日は普通にちょっとこれから出かけようと思ってて、ということでまた夜かな、ワンチャン日回っちゃうかもしれないですけど、また夜お会いしましょう。さよなら。はい、2日目のただいま10時17分でございます。まあね、進展もクソもないんだけど、これつけてるだけだから、何かもう不潔だよね、シンプルに。あとね、もうワックスのベタつきはもう完全にないんだよね。ということでマジで誰も得しない、誰も得しないというか、俺は確実に得のしない検証なんですけれども、やめたいよね早く。うざい、髪の毛がめっちゃ抜けんだよ、うざ。ということで、まあ2日目の夜も一応残ってるということで、さすがにまだ落とさずに3日目に行きたいと思います。それではまあ明日の朝もしくは夜に会いましょうか。多分ね、夜には落ちててほしいんだよね。ということで3日目でお会いしましょう。さよなら。おはようございます。ただいま時刻が6時57分でございます。現在の状況といたしましては、まあこれは寝癖なのかワックスがついてるからなのか分かりませんが、どうですかね、ぼちぼちって感じですかね。まあ分かんないですけど、今日の夜ぐらいには俺撮れるんじゃないかなと思ってるんだよな、昨日も言ったけど。ということでまた夜中にお会いしましょう。さよなら。おはようございます。ただいまの時刻が11時2分でございます。で、まあ皆さんお気づきの通り、あのワックスは取れてきたのか分かんないんですけど、髪の毛が固まってね、真ん中がずっと空いてるんですよね。もうこうやってやっても、これやばくない？これやばいでしょ、この隙具合。どうする？本当にシンプルに不潔なやつ、多分もうな、もうなんか嫌だ。ワックスじゃないと思うんだよな、これ汗なんだよな多分。もうどうすればいいんだよ。もう髪洗いたい、うざい、もうやだ。オンライン授業でね、カメラをやっぱ映しながら先生とかと話すんですけども、髪の毛気になりすぎて頭入ってこないよね、話が。うわー、行きたくねえ学校、午後から学校なんですけど、うざい、これで行きたくないな。とりあえず今度こそまた夜中にお会いしましょう。さよなら。はい、ただいまの時刻が1時55分でございます。見てください、わかりますか、ワックスがないです。本当にね、こうやってやってもね、こうボーってやるだけでね、治っちゃうのよ。治ってる？治っちゃうのよ。いやー、終わった、これは。
これはさすがに終わった。ただいまの時刻がまあ1時56分ということで、まあ、検証結果48時間後にはワックスが完全に落ちます。まあ普通にうざい検証だったんですけど、早速頭を洗い流して今のこの汗かいた俺からおさらばしたいと思います。ということで風呂の入り終わった俺とお会いしましょう。さよなら。まあということで、もう風呂から上がったんでメガネを外して撮ってるんですけど、見てこの清潔感。まあちょっと短いかもしれないですけど、48時間、ガチの検証結果なんで、もし疑う方がいるのであれば実践してみてください。そしてもしよければ僕に DM を送ってみせてください。張り合いましょう僕と。ということで今回の検証以上です。ご視聴ありがとうございました。